今日もたくさんのサポーターが集まってこの両チームの一戦を見守りました。まだ前半の8分です、うん、コーナーキックからこぼれたところ高木、そうですね、まあ、ニアをこう狙うようなボールの質で、まあ、おそらくスカウティングで入ってたと思うんですけどもね、あの狙いっていうのは、はい、まあ、逆に武井選手は本当によく、ね、反応しましたよね、はい、フルス相手に先制点を決めました高木俊之。そして16分です、山村胸トラップから反転して自ら打っていきました、うん、いやこれ決まってたら本当にスーパーゴールでしたけども、ね、はい、なかなかブロックを敷かれた中では苦しきれる場面がね、まではもなかったんですけども、もうこういった一人の個の力で、はい、まあ、シュートまで行きましたよね、そして36分、浦和興梠からこの位置でファブリシをもらってミドルシュート、うん、まあ、裏の方もなかなかこう裏を取らせてもらえない状況の中で、こうミドルレンジからのねシュートというのは有効的だったと思うんですけどもね、前半はセレッソ1点リードで折り返しました。そして後半立ち上がりでした、セレッソにビッグチャンス、杉本敬佑、ね、これは西川よく反応しましたね、うん、いやこれが決まっていれば2対0の状況で、はい、かなりねセレッソも優位性を持って試合を進めることができたと思うんですけどね、そして興梠の同点ゴール、うん、いやこれは本当に反転からシュートまでのこうイメージが素晴らしいですし、何よりこれ速さでしょうね、素晴らしかったですね、いやこれぞストライカーという同点ゴールが決まりました興梠、ゴールも下に落としていないですからね、そしてコーナーキックから、うん、最後はマウリシオ、これもフリーでマウリシオ選手というところでしたけどもね、まあ、セットプレーは本当にこう裏の特徴ですよね。そしてアディショナルタイム、ユニッチのヘッドから杉本健佑、西川が反応して右で一本でしたけどね、西川のスーパーセーブも目立ちましたこのゲーム。